みなさん、こんにちは、しおりちゃん、ネルの司法です。はい、というわけで、今回はね、この前、ブラックフライデーの時にララポートに行ったのでね、そこで買ったパンクラッツとプラザとエッドハウスで買ったものを紹介していきたいと思います。隠れリムさん登場。でもブラックフライデーに関係あるのはピンクラテだけかな。だけなんですけど。他なんかついでにね、寄ってちょっと買ったっていう感じですね。はい。で、洋服3着、かける2で合わせて 6着と、そうだね。あと、何個だっけ ?2個。うん。チョのもの2個と、あと、一つコスメを買いました、はい、あ、でもピンクラテのちょっとねコスメを買ってみたんだよね、ちょっとお試しで。ちょっとこれはママがねちょっと買ってみようかって言って勧めて、なんかピンクラテで売ってるコスメってどうなのかなと思ってね、ママも気になるよね。ちょっと気になったのでママが買ってみようって言って買いました。はい、じゃあそれも合わせて紹介していきたいと思います。レッツゴー。はい、お願いします。早すぎた今。早い。はい、ということでね、最初にね、ピンクラテを紹介していきたいと思います。さっきも言ってる通り、6着買いました。まず1着目がこちらのね、蛍光の黄色の洋服です。はい、こちらね、なんか制服っぽいなんか、うん、形の服なんですけど、派手だね。ニットん、ニットでね、すごいね、蛍光の黄色で派手でね、めっちゃ可愛いですよ。じゃあこういうね、目立つ色好きなんです。今日も赤で目立つでしょ。じゃあちょっと一つ開けてみようか。ほら、可愛くないですか。可愛いですよね、ほんと可愛いですね。ね、ちょっとでも派手だけど、それぐらいがね、可愛いかなと思ってね。はい、買いました。こんな感じです。いいね、こちらのね、ワンピースです。開けてみます。これじゃ多分分かんなかったと思うので、ちょっとね、変わったデザインのワンピースだね。今こういうのが流行ってるから、変わったデザインとか言わないの。そうなの。ほら、なんかこう、可愛くないですか。切り替えがついててね。切り替えついてて、ほんと可愛いんだけど。ワンピースだよね。ワンピースになっててベルトがついてました。めっちゃ可愛いです。ちょっと持ち上げます。こんな感じ、映るかな。めっちゃ可愛くないですか。こんな感じでーす。ね、すごいね。最後、3着目。うん、こちら、こちらなんと 70% オフです。やばくない ?70% ってやばくない。いくらが、いくらだっけ、多分なんと5900円が 70% オフで2700円ぐらいです。違うよ、1700円。あ、1700円ぐらいです。やばい、やば。うん、どんな感じ、ね、これなんかセットなんだよね。セットでね、しかもこの中のと T シャツとワンピースのセットになってて、でね、こんな感じでね、原宿系女子みたいな感じで。そうなの。はい、こんな感じ。かわいいでしょ。かわいいじゃん。いいね。かわいいです。いい感じです。こう2枚セットで 70% オフってのお得だよね。中単体でも着れそうで、分かれてるよね、それ。分かれてる、分かれてる。ね、いいと思います。かわいいです。はい、じゃあ次にね、こまごまとしたコスメの方を紹介していきます。この中に入ってるものです。まず一つ目が、あ、リップだね。リップなんですけど、あ、いけたいけた、ピンとあった。このね、ピンクラテって書いてあるリップです。うん、コーラルオレンジを買いました。コーラルピンクが良かったんだけど、コーラルピンクが売り切れだったので、オレンジにしました。あとはね、真っ赤なね、レッド、赤があったんだけど、ね、真っ赤はちょっとね、そうちゃんに合わないと思ったので。次にね、こちらのね、リップグロスを買いました。003-003番のベージュピンクです。かわいいです。これでベージュピンクなんだね。ね、うん、かわいいです。でね、最後にね、こちらのね、香水を買いました。ミストです。そうね、かわいいですよね。かわいいよね。ピンクラテ、これはね、持ち歩きに使えそうです。あ、逆だった。ピンクラテ。まず、これ、こちらのクレヨン、クレヨン好き、ね、クレヨン好きリップを塗ります。上、ほんと塗るの苦手。
あ、でもね、クレヨン、クレヨン型、あれ塗りやすいよね。塗りやすい。もうね、塗りやすいね、これ。これでもまだはみ出してきた。やば。どう？ついた？でもついてる、ほら、可愛くない？あ、いいじゃん。結構あのちょうどいい感じだね。薄め、薄すぎず。薄すぎず。うん、薄め。薄すぎず。うん、じゃあそれにちょっとグラスを重ねてみる？うん。なんか香りがついてんじゃないの？あ、やばい、めっちゃいい匂いするんだけど。やばくない？やばい。チェリーだね。チェリーの香りとか。どう？あ、いいじゃん。可愛いね。ちょっと変だけどいいか。どこが？塗ったって感じがしないぐらいなんかナチュラルに仕上がってどう？いいんじゃない？いいですね。ちょっと手に描いてみようか。あー、でもちょっとやっぱ色はちゃんとついてるね。色ついてるけど薄めな感じ、うん、クレヨンのリップでしょ。うん、うん、そう。じゃあグロスもちょっとだけつけてみようか。どれ、どういう色か。どう？あー、グロスはもうほんと色がつかないぐらいの、このテクテクしてる、うっすらついてるぐらいだね。うっすりじゃない、うっすら。うん、あ、でもしほちゃんにはちょうどいい感じの、ね、感じのね、塗り心地が、ね、いいんじゃないそれ。いい、ね、感じだね。はい、じゃあちょっとピリピリしてすいません、今抜きました。これもじゃあちょっとかけてみる。どんな感じだろう、匂いとか。いい感じ、爽やか。これ何の匂いで書いてあるの？妹ピーチベリーって書いてあるよ。妹ピーチベリー。ピーチピーチ。ピーチか。桃桃。ああ、桃だ。だよね。めっちゃ桃。だよね。うん、それね。それだ。桃の匂いする。すごいね。桃が好きな人には、おすすめ。おすすめだね。はい、でも可愛いね、ピンクラテのコスメもね。おいしい。小学生でどうしてもお化粧したいとかいう人はいいかもしれないです、これ。いいかもです。めっちゃ可愛いです、ね、これ。おすすめ。うん。高校生とか、中学生とかになっちゃうと、あんまみんなも買わないのかもしれないから、中学生以上。中学生以上になっちゃうともうね、なかなかこういうコスメは買わないでも、ね、ブランドもう普通の何キャンメイクとかそういう系にね行っちゃうのかもしれないので、小学校ではいいのかもしれないね。いいです。はいはい、というわけでね、うん、ピンクラテで買ったものは終了なので、はい、次にねプラザで買ったものを紹介していきたいと思います。たったらー、袋がボロボロ、袋がボロボロなんですけどなんか可愛くないですか？え、袋が？袋かわいい、ピンクでめっちゃ可愛いの。袋が可愛いの？はって感じ。なんかクリスマスチックかな、プレゼントか。ねまずね、まず私の大好きなことよ。見て、みんな見て。はい、これちょっと、ね、可愛くないですか、このラッピングといい、この美味しそうなオレオよ。なんでラッピングしてあるんだ。可愛い。え、クリスマス。あ、そうなのか。あ、やばい。え？やばい。何？509カロリー。うわー、デブ、デブ活ですね、デブ活。509キロカロリーあります。ついにデブ活ですね、翔さん。でも今日今1枚食べていい？いいよ。あのさ、チョコレートとさ、ホワイトチョコレートがあって、どっちにしようか迷ってリミに聞きに行って、リミにはチョコって言われたんだけど、こっちにしました。聞きに行った意味ねーって感じだよね。はい、じゃあどんなものかね、見せていただきましょうか。え、何？プレゼントは私？そう。プレゼントは私をするんですか？これでリボン結びしたら完璧。うん。なんだけどね。うん、で、はい、開けます。はい。かわいくない？みんな見て。あ、2個入りだな、1袋。めっちゃかわいい。じゃあ中見せてよ。ほらそれいいから。それいいから。かわいい。あ、かわいくないですか皆さん。かわいい。おいしそう。いただきます。どう？やば。ま、めっちゃおいしい。いいな。中はどうですか？なんか普通にオレオ。一口ちょうだい。ダメよ。ダメ。
ケチだね。ケチですいません。もう。続きお願いします。こちらはですね、前髪くる、あ、くるんと前髪カラーでございます。これね、欲しかったんですよ。これなんかよく美容系の方も使ってたりするよね。使ったりする。前髪をクリップで挟み。あ、なんか違う毛も入ってる。うん、いや、それで。うん。挟み。挟み。うん。カラーで、カラーに巻く。こうやって。こういうこと？ね、私は前髪いないとダメだわ。うん。あカメラが嫌がった今。はい、というわけでね、次にね、あ、このカラーをね、巻いてる間にね、このね、エチュードハウスで買ったね、アイシャドウを紹介していきたいと思います。はい、こちらのね、オレンジ系のアイシャドウを買いました。はい、可愛くないですか？これだけ一つね。うん。可愛いです。ピンクラテで買ったリップ系と合うね。オレンジだからちょうど合うね。ね。はい、目つぶって。まあ。中の目ちゃんと目つぶって。やだ。おらー。じゃあ撮ってみましょうか。どうかな。で手でちょっとなじませて。あ、いいんじゃない？ふわんってなってるじゃん。ふわんとはなってるけど。うん。え、そんなもんじゃないの？ね、なったよね。あ、いいじゃん。楽だね。楽だね。めっちゃ止まってくれるし。うんうん、いいんじゃないですか。もっとやろう。え、もっとやるの？楽だね。楽です。すごいやりやすいね、これね。やりやすい。ただ挟んで丸めればくっつくからね。ね。いいと思います。はい。はい、というわけでね、今回はね、ごめんなさい。今回はね、ララポートでね、行ってきたので、そこでね、買ってきたものを紹介してきました。それでは、バイバーイ。このオレオ最高。あのね、洋服とかは今回ちょっと着ないんですけど、休日にね着たいと思うので今後の動画で出てくると思います。なのでその動画をチェックしてみてください。もうね、週末に着ます。はい、バイバイ。え、それ外さないの？うん、しばらく。うん。YouTube 見ます。グミ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 ペア。三次だおやつだ。